そうだから助けなさいよ。ほら1戦目の時みたいにすごい作戦を。金むしるわよ。あ、やばいお墓参りが。やだー。どうも皆さん、オアブエフィアチャオ。実況のリーフィアと、同じくエフィです。さて、今日の動画だけれど。企画とかそういうの、何も聞いてないのよね。あれ？エフィもそんな感じ？僕もなんかウプ主に。とりあえず何でもいいからランクマやっといて。って言われてるだけなんだよね。普段なら活躍させたいブイズとか型とか、そういうの最初に説明するんだけど。なんか怪しい匂いがするわね。まあいいわ。とりあえずランクマやれというなら、普通に対戦していきましょうか。そうだね、お相手の方対戦よろしくお願いします。そして大宮浦がいるので負けです。対戦ありがとうございました。突破なから諦めるな。だってだって、ブイズ統一で大宮浦倒すの無理すぎるんだもん。僕やブラッキーは抜群疲れちゃうし、軽技発動されたらスカーフエイフィでも抜けないし、いっそのこと、翡翠の時代のうちに滅ぼしておくべきポケモンだった。闇落ちまでのテンポが早すぎるのよ。まあ確かに、最も対策が必要な相手ではあるわね。唯一対抗できる、シャワーズを先発に置きましょうか。この子なら防御力もあるし、抜群も疲れないわ。それにマスカーニャ以外だったら、不利対面にもなりにくいはず。なるほど、いいんじゃないかな。それではそのマスカーニャ対策に、僕の選出も確定。あとは全体的に刺さってそうな、エイフィも連れていこうかな。アーマーガーなんかには、スカーフトリックも刺さりそうだしね。わかったわ。それでは改めて、対戦よろしくお願いします。先発が誰以外だったら、不利対面になりにくいんだっけ？目の前にいる猫ちゃんだよ。最悪の対面引いてしまったわね。即断即決僕に交代。トリックフラワーごとき、何発でも受け切れるよ。どっちが最強の草タイプか教えてやる。普通に読まれててリーフや枯れる。まだ1ターン目なのに枯れないでちょうだい。とにもかくにも、出だしは最悪といったところね。ここから盛り返していきたいところよ。もちろん、ゴツメは叩かれてしまったけど、マスカーニャからの僕への有効打はほとんどないはず。ここは交代読みの場面だね。全員にトールやドリギを使うよ。最悪マスカーニャが居座ってきても、変幻自在の効果で悪タイプになっている。このヤドリギは確実に決まるわね。それで出てきたのは、ドラパルトと。ちょっと厄介な相手だね。ドラパルトは物理型と特殊型、両方あり得る。一応統計上は、物理型の方が多いみたいね。ハチマキ持ちが多いみたいだし、無理やりゴリ押せると踏んだのかしら？なんだそんな感じか。それならば余裕ですよ。僕の防御力を甘く見てるってことでしょ？そんな相手は分からせないと。僕の防御力は世界一、ドラパルトになんか負けないんだから。その自慢のハチマキも叩き落として、600族の威厳をなくしてやるのです。さあ、どっからでもかかってこいやー。どーい。今度こそリーフィア枯れる。いやーなんてこと、1ターン目から枯れるなとか言ったら3ターン目に枯れてしまったわ。これでは全国618億人のリーフィアファンに怒られる。誰か視聴者様の中に遠征様はいらっしゃいませんか。いなければせめて水と肥料とプランターを。栽培しようとしてます。は、この声は。初っ端からピーチと聞いて駆けつけました。ウプ主です。こういう時に必要なのは、水や肥料ではありません。そんな、それじゃあ何が必要だっていうの？それは、新世代のモバイル C 社、チルハビットです。は？1秒で本格チル体験、というコンセプトのもと開発されたこのデバイス。文字通り1秒、口に加えて少し息を吸うだけで、舌に濃厚な味が広がる優れものです。え、これ何の時間？ポケモン対戦実況動画は？フレーバーは選べる5種類。個人的にはこの、スイートメロンが一番好みですかね。では早速。その話聞きなさいよ。こっちはバトルに負けそうだって言ってるのに何一人でリラックスしてる。くぅ。画面しろ。こうして気持ちを落ち着かせることで、ポケモンバトルにも集中して臨めるというものです。いやそんなのんきなことを。というかまさか、今日の企画が伝えられなかったのって、これまさか案件。ところでエフさん。はい。リーフィアが初っ端にやられて、絶望的な状態という話でしたね。そうよ。このままじゃマスカーニャは受けきれないし、そもそもドラパルトも倒せないじゃない。一体どうしたら。エフィなら、その2匹とも、倒せるのでは？なるほど。確かに私はスカーフ持ち、ドラパルトやマスカーニャの上を取れるわ。そしてフェアリーテラスからの、魅惑のボイス。もともとスカーフトリック用に連れてきたので、特攻にはほとんど振ってませんが、エフィの種族値があれば十分戦えるでしょう。わかったわ、任せときなさい。ニンフィア、力を貸して。発見承知イブイノスケ。行くぞ。テラスタル。フェアリー。お相手はマスカーニャに交代。でもどちらにせよ同じこと。効果は抜群。魅惑のボイスを喰らいなさい。オッケー。一撃とはいかずともいいダメージが入ったわ。そのまま続けての魅惑のボイスで、マスカーニャ突破。お相手もスカーフ持ちという負け筋はありましたが、なんとかなりましたね。しかし、お相手のラストはアシレイヌ。私じゃ抜群をつけないし火力も足りないわ。これはどうするの？
であればここは、シャワーズに交代。水技が無効になるので打ち合いには有利ですし、アシレイヌは回復技を持たないので、なるべく削ってしまいましょう。と言ってもシャワーズも水技しかないし、頼りになるのは熱湯の火傷くらい。なんでこんなアシレイヌが重い戦術にしたのよ。ニンフィアでもいればまだマシだったでしょう。さすがに毒鋼が3体いるパーティに出すのはちょっと。あとこちらとしては、オーニョンらが出てこなかったのに驚きを禁じ得ない。そういえばめちゃくちゃ意識してたわね。熱湯2回目で火傷をつけました。固定ダメージが入るのは大きい。あとはもう少しでも粘って削り。除水発動？なるほど。これはお相手のアシレイヌ、夢特製の潤いボイスですね。音系の技が、すべて水タイプ扱いになります。滅びの歌も音系なので、除水で無効化できたということでしょう。こんな仕様初めて知ったわ。とにもかくにも1ターン稼げました。このまま熱湯連打です。一方でお相手は、ドラパルトに交代。アシレイヌで倒すのには時間がかかると踏んで、ドラパルトの火力で勝負しに来たわね。特防には食ってないし、ステラ補正も乗った流星群はさすがに耐えられなかった。耐えますが、何か負傷が激しい。地味に特防も高いのよねこの子。おかげさまでクイックターンによる交代に成功。あとはもう AP の火力次第です。ここから魅惑のボイスを連打して2匹とも倒せるかの勝負ね。いいでしょう、受けて立つわ。お相手は交代、再びアシレイヌですね。ここを何発で倒せるかがまず最初の壁です。なんとかしてみせる。くらいなさい魅惑のボイス。これでどう？あと2発でギリギリ倒せそうなダメージ、十分です。お相手には食べ残しの回復がありますが、これは火傷のダメージで相殺される。受けきれてない事実は変わりません。何かいうことは、はいはいありがとうだから視聴をやめなさい。その後2回の魅惑のボイスで、無事アシレイヌを突破。一度ムーンフォースを受けましたが、余裕を持って耐えています。もちろん特攻ダウンなんて暇もしてないわ。万全の状態で、最後の対面に挑むわよ。ここからの負け筋は2一歩、お相手もスカーフ持ちであること。ですが先ほどのシャワーズへのダメージを見る限り、おそらくメガネ持ちかと。熱湯のダメージも入っているので、倒しきれない心配もないはず。オールクリア、あとはもうぶっ放すだけ。序盤は厳しい展開で、どうなることかと思ったけど、最後は、この私の選択でフィニッシュよ。よっしゃー。ふう、なんとか逆転勝利です。フェアリー技の一環に気づいて、早めにテラスを切る作戦が功を奏したわね。そして何より、特攻無振りながら3盾した。この私のおかげよ。まったくそうですね。この勝利はエイフィのおかげ。そして、途中で気持ちを落ち着かせてくれた。ジルハビットのおかげですね。そういえば突っ込むの忘れてたわ。これは何なのよ。それでは2戦目、やっていきましょう。お相手の方、対戦よろしくお願いします。その前に、ちゃんと説明してくれるんでしょうね。はい、それはもちろん。だからその怖いのしまってください。ということで、皆様すでに察していると思いますが、今回は案件動画でして、とある商品の紹介を頼まれているのです。確かにそんなこと言ってたね。モンスターボールの中にも聞こえてきたよ。なんだっけ？ジルパモット？ポケモンフュージョンすな。商品名間違えるのはまずいわよ。ジルハビットですよ、ジルハビット。ここからちょっと時間をお借りして、商品の説明をさせていただきます。この動画限定のお得な情報もあるので、ぜひ最後まで聞いてください。興味のない方は、お相手の上さん時期が何してくるのか予想しておいてね。マジで何してくるかわからないから困る。ということで今回紹介するのがこちら、新世代のモバイル新車、ジルハビットです。蒸気のような流れで、魅力を解説していきますよ。まずそもそも、その新車、というのが聞きなじみない単語ね。一体どういうものなのかしら？シャワーズの進化系？確かあってないです。水車というのは、水タバコと呼ばれる喫煙器具の一種でして、味のついた煙を水のフィルターに通し、味覚や嗅覚を楽しむ嗜好品になります。なるほど、タバコと似たようなイメージなのね。それだとあんまり、いいイメージ湧かないな。タバコって煙臭いし、健康にも良くないって言うじゃん。お、まさに強調したいのはそこなんですよ。一般的なタバコのイメージである、有害物質や嫌な匂い、こういった懸念は、ジルハビットには一切ありません。そういえばさっきも、うつ主が吸ってたけど、すごい煙が出たのに、全然タバコ臭さなんかはなかったわね。それはあれじゃない？僕の光合成の力で、綺麗な空気を作り出してるからだよ。光合成ってそんなすぐできるもんじゃないでしょ。匂いがしないのもそのはず。動画で見せた煙の正体は、実はただの水蒸気。有害物質はもちろん含まれませんし、匂いがつくこともありません。たとえリーフィアがいなくても、綺麗な空気が保たれます。僕はもういらないってこと？そうは言ってないでしょ。しかしそんな、デメリットもなしに美味しさだけ味わえるなんて、なんだかすごい技術が使われてそうだよね。使うの面倒だったりしないの？確かに、水タバコというくらいだし、水を入れたりする必要があるのかしら？あとはタバコでいう吸い殻みたいな、後始末の点も気になるわね。そのあたりに関しても、ジルハビットは完璧な商品となっております。
キャッチコピーの一つに、1秒で本格チル体験、とあるように、準備や片付けなど、一切の面倒ごとなしに楽しめるのもチルハビットの魅力です。これも動画で見せた通りですが、箱から取り出して、口に加えて、吸う、本当にこれだけなのです。あ、撮影前に下準備してたとかじゃないんだ。やけにスムーズだったから、てっきりやらせかと、そういうこと言わない。マジでやらせなしのこれだけです。正直自分も驚きました。実は一般的な C 社というのは、C 社バーという専門店に行って味わうもの。めちゃくちゃ敷居が高いので、これをここまで手軽に味わえるのはすごいと思います。なるほど、健康リスクも面倒ごともない嗜好品。なんだか結構良さそうじゃない。ぐぬぬ。でも、嗜好品であるからこそ、一番大事なのは味でしょ。美味しくなかったら、いくら便利でも誰も使わないからね。そこんところどうなんですか？なんで急に切れるのよ。結論から言うと、結構美味しいと思いますよ。味を示すフレーバーには、5種類の用意がありまして、爽快感重視のミントをはじめ、レモンやストロベリーなど、果物の味を再現したものもございます。果物の再現なんかは、味が想像しやすいわね。実際再現度の方は、どんな感じだったの？めちゃくちゃ高かったと思います。ストロベリーのやつなんか吸った時は思わず、甘って声に出ちゃいましたもん。少なくとも、ただの水蒸気とは思いませんでした。特に美味しかったのは、メロンのやつですかね。スイートと名が付くだけあって、一番甘さが際立っている感じがします。初心者にはまずこれをおすすめしたいかも。あとはミントのやつ、これは爽快感がえげつない。アイスとかガムとか、いろんなところでミント味ってのを見かけますが、それらとは鼻に抜ける涼しさがレベル違いです。目が覚めるような清涼感とでも言いますか。そういった感覚が好きな方には、ぜひおすすめしたいですね。へぇ、結構高評価じゃない。本当にいい商品なのね。リスクがほとんどなくて手軽で、それでいて美味しい。いい商品に見えるけど、まだ聞きたいことが残ってるよ。ズバリ、お高いんでしょう。そんな必殺技みたいに。まあ当然、気になるところですよね。チルハビットの価格についてですが、通常価格は税込み6980円。ですがサブスク契約があり、基本的にこちらがおすすめ。通常価格より約 21% もお得、しかも初回に関しては約 42% もお得の、税込み3980円で購入可能です。まあサブスクの方がお得なのは、よくある形態よね。それでも月、3980円。あまり気軽に申し込める価格じゃないよね。やはり値段がネックになるのか。そこで今回なんと、この動画限定の専用クーポンをいただきました。そのクーポンとはズバリ、1000円オフクーポン。通常サブスク初回3980円のところ、1ヶ月限定で2980円から始められます。2980円って、通常価格の半分以下じゃない。大丈夫なの？先方の弱みでも握ってるの？握ってるわけないじゃないですか。さらに、これだけじゃないですよ。初回からたっぷり味わいたい方限定の、超お得な2本セットのプランもございます。こちらならなんと、最初から半額。しかも先ほどお見せした専用クーポン、こちらの使用も可能となっております。ということは、5980円で2本のフレーバーが楽しめるのね。おお、結構魅力的な。それでそのクーポンってのは、どこにあるの？この動画の概要欄、もしくは固定コメントにリンクがあるので、こちらから遷移していただくことで、使用することができます。先ほどもお伝えしましたが、動画公開から1ヶ月限定なのでお見逃しなく、ぜひ皆さんお得にチルハビットをゲットして、本格チル体験をその手に、そして、チルタリスに進化してやりましょう。そうはならんだろ、商品紹介のうち、それで大丈夫なの？そこ喋れなくなってるじゃないの。このチャンネル VV 外できんだよ。とりあえず、2戦目も実況しますか。初手は私とメレシーの対面。選出の時にも言ったけど、何してくるかわからないね。先発だし、やっぱりステロマキとかかな。その辺はマジックミラーで跳ね返せるし、有利な対面ではあるはず。よくわからない奴には初手トリック。これで大体止まるでしょう。問題はお相手が何をしてくるか。おっとトリックルーム。そういえばそんな技も覚えたね。お相手のパーティで、トリルアタッカーというと、まあ十中八九、ガチグマかしらね。それならば、ニンフィアで十分対抗できるかしら。もしくは欲張りスという可能性も。ただその場合は僕が止める。どちらでも問題なさそうだね。そしてお相手は交代。予想通りガチグマが来たのになんで電磁波打ったんですか？キルタリスの呪いよ。まあ後ろにこの前の動画でも紹介した、HD 特化ニンフィアがいるから大丈夫よ。それに私だって、ブラッドムーン一発くらいは耐える。ここはトリックで、相手の突撃直帰を奪うわよ。ここ耐えたのは、トリックルームのターン数的にも美味しいね。それに直帰を奪えたことで、ニンフィアが通せるダメージが増える。トリルガチグマに無双される展開は、これで大丈夫そうだね。それじゃあ、ニンフィアよろしく。1戦目といい2戦目といい、実況役は早めに倒される運命なの？さてここは、例のごとく瞑想から入りましょう。まだトリルが残ってるから、済む前にブラッドムーンが来るのが怖いけど。しかもノーマルテラスまで。まあここは、HD 特化ニンフィアの力を信じるところでしょう。というか、耐えなかったらそのまま負け。頼んだわよ。もう全部この子一匹でいいんじゃないかしら。硬すぎてリーフィア入る。
瞑想も詰めたし、次の攻撃も十分受け切れそうね。さらにトリックルームも、このタイミングで切れてくれたわ。逆に言えば、ここは交代を読める場面だね。メレシーが戻ってくるか、3体目が出てくるか。どちらにせよ、背後で攻撃するのが良さそう。実際メレシーが出てきたわね。ここのメレシー、何してくるかしら。素直にトリックルームとかだと、ありがたいんだけど、トリル要因だと、自死体上用の大爆発とか持ってそうなんだよね。それだと防御が薄いニンフィアじゃ、倒されかねないかも。それはまずいわね。ニンフィアがいないとガチグマに勝てないし、そもそもせっかくの案件動画で、爆発落ちで終わるのはまずいわ。気にするとこそこ。とりあえずここは、願い事で回復の準備。最悪大爆発されても、耐えてほしいところだけど。がむしゃら。そんな技も覚えたのね。確かにメレシーの特性は頑丈だから、がむしゃらとの相性は良さそうだね。でも今回は中途半端に削れてたおかげで、こちらの被害は最低限。願い事で十分回復できるね。これがチルハビットの力。1ミリも関係ないよね。メレシー突破後、お相手3体目の偉大党。適応力補正が乗る、一致ウェーブタックルやお墓参りが強力なポケモンだよ。当然ここは、リーフィアで受けに行くことになるわね。物理と特殊で火力が出る、お相手の偉大党とガチグマ。対してこちらは、リーフィアとニンフィアがそれぞれ受け切りを狙う。ポケモンとこたて対決始まったわ。まずはウェーブタックル、これは半減だし問題ない。お墓参りは、味方が倒れてるほど威力が上がる技だから、まだ打ちたくないよね。ただリーフィアを見せたことによって、次のサイクルからはお墓参りの方を打ってくる可能性が高そう。その時に受け切れるかが、勝負の分かれ目になりそうね。まあその時は華麗に受け切ってみせますよ。まずはお相手ガチグマに交代。これは読めてる。宿り火の種だよ。これはリーフィア自身の回復にもなるし、交代先のニンフィアも回復できる。さらにガチグマの体力も削れて、一石三鳥といったところね。交代際のブラッドムーンは、さっき耐えることが分かってるから安心。再び有利対面になったよ。普段ならこの対面は、瞑想を押すところだけど、今回はそうはいかないわね。偉大党交代をケアするべきだわ。無効視点、宿り火まで食らってるガチグマを居座らせる理由はないからね。当然ここの交代も読めてます。背後で攻撃。倒せたら美味しかったけど、そこまでは無理か。ここでさっき言った通り、相手がお墓参りを押してくるタイミングね。さっきはあれだけ自信満々だったけど、本当に大丈夫なんでしょうね。もちろん、この僕を誰だと思ってるのさ。我こそは HD 特化リーフィア、ウェイズ1の物理受け、偉大党なんかに負ける僕じゃないよ。最大威力にもなってないお墓参りなんて余裕余裕。ちょっとまた負けそうだから助けなさいよ。こら1戦目の時みたいにすごい作戦を。あれむしるわよ。あ、やばい、お墓参りが。やだー。え、あれ？だ。耐えた？これは一体。よまさかここで、最低乱数を引くなんて、もう絶対耐えれないと思ってたわ。はははは、言ったでしょう。僕こそは VZ1 の物理受け。僕が受けきれない物理技なんて、この世に存在しないんだからね。めっちゃ震えてるわよ。さて、あとはニンフィアに頑張ってもらうだけ。相手の残り体力的に、普通の背後2発で倒せるか微妙。瞑想を積んでから攻撃しましょうか。その分攻撃を受ける回数も増えるけど、さすがの HD 特化ニンフィア。ブラッドムーンは余裕で耐えるし、続けてのハイパーボイスも。しっかり耐えていく。思ってたよりギリギリだったけどね。食べ残しの回復のおかげで、真空はでもやられなさそうね。これで勝ち確定。物理特殊矛盾対決、僕たちの勝利ってとこだね。対戦、ありがとうございました。それではバトルも終わったので、最後に改めて紹介を。新世代のモバイル水車、チルハビット。お得な1000円引きクーポンは、概要欄か固定コメントから、ぜひ皆様チェックしてみてね。普通に喋れるじゃないの、きっちり宣伝だけしやがって。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。